リチャード・ノリス・ウィリアムズはアメリカの男子テニス選手、ディック・ウィリアムズとも呼ばれる、スイス・ジュネーブ生まれ、ハーバード大学卒業。1912年4月のタイタニック号沈没事故を生き延びた後、1910年代から1920年代にかけてアメリカを代表するテニス選手の一人として活動した。彼は全米選手権で男子シングルス2勝。 男子ダブルス2勝、混合ダブルス1勝を挙げ、ウィンブルドン選手権でも1920年に男子ダブルス優勝者となり、オリンピックにおいても1924年のパリ五輪でコンで混合ダブルスの金メダルを獲得した。ウィリアムズのテニスは非常にテンポの速い攻撃型のプレースタイルで大半のボールをライジングで返球し、大胆な鋭い強打のショットを決め玉に駆使した。 試合によってはミスの連発につながり、格下の相手に負けることもしばしばあったという。好調時と不調時の差が激しい人であったが、壺にはまった時のスピードとパワーは手がつけられない強さを誇った。彼はスイスでテニスを覚えたことから、ラケットをコンチネンタルグリップで握り、グラウンドストロークはバックスピンで打っていた。 ウィリアムズは1891年1月29日、スイスジュネーブでアメリカ人の両親の間に生まれた。彼は21歳の時、1912年にタイタニック号に乗ってアメリカへ向かった。4月14日に船が沈没した時、彼の父親であるデュアン・ウィリアムズは船内に残り、海難事故の犠牲者となった。リチャードは船の甲板から海に飛び込み、必死に、 救命ボートまで泳いで命を取り留めた。彼の足はすっかり凍りついたが、繊維から進められた足の切断手術を断り、九死に一生を得てアメリカに到着した。その半年後、ウィリアムズは1912年全米選手権でテニス経歴を開始する。初出場時は男子シングルス4回戦でモーリス・マクローリンに敗れたが、混合ダブルスで、 メアリー・ブラウンと組んで優勝した。ウィリアムズの初期の経歴では、このマクローリンが最大のライバルになる。1913年から、ウィリアムズは男子テニス国別対抗戦、デビスカップのアメリカ代表選手に選ばれ、初めてのイギリス遠征に旅立った。初出場のウィンブルドンは男子シングルス4回戦で敗れたが、ウィンブルドンの試合会場で行われたデビスカップで、 アメリカは決勝でイギリスを3勝2敗で破って優勝を決めた。ウィリアムズはシングルス第2試合でチャールズ・ディクソンを破ったがアメリカチームが優勝を決めた後の最終第5試合でジェームズ・パークに逆転負けした。1913年と1914年の2年連続でリチャード・ウィリアムズとモーリス・マクローリンが全米選手権の男子シングルス決勝を戦った。 1913年はマクローリンが勝ったが、ウィリアムズは1914年の決勝で、マクローリンを6から3、8から6、10から8のストレートで圧倒し、3度目の出場で男子シングルス初優勝を決めた。マクローリンは、つむじ風のようなスピード感あふれるプレイスタイルから、当時の男子テニス界でカリフォルニアの彗星と呼ばれた人である。そのマクローリンを上回った。 ウィリアムズのテニスは、凄まじい爆発力で一気に3セットを爆進し、当時の選手権会場、ニューポートカジノに新設されたセンターコートの監修を熱狂させた。しかし、この年のデビスカップ決勝でアメリカはオーストラリアに2勝3敗で敗れ、ウィリアムズはシングルス戦2試合でアンソニー・ワイルディングとノーマン・ブルックスの両選手に敗れてしまった。 第一次世界大戦が1914年夏に勃発した後、デビスカップやウィンブルドン選手権は開催中止となったが、全米選手権だけは途切れることなく開催が続行された。ウィリアムズは第一次世界大戦中の全米選手権で1916年に2年ぶり2度目の男子シングルス優勝を果たす。2度目の優勝の時は、 前年の準決勝で敗れたビル・ジョンストンに4から6、6から4、0から6、6から2、6から4のフルセットでセリ勝った。第一次世界大戦中、ウィリアムズはアメリカ陸軍の仕事でフランスに出征し、フランス政府の先行賞を受賞している。世界大戦が1918年に終結した後、ウィリアムズはテニス界に復帰し、 それから1935年まで長い経歴を築くことができた。終戦後のリチャード・ウィリアムズが成し遂げた最初の業績は1920年のウィンブルドン選手権男子ダブルス優勝である。ウィリアムズは同じアメリカのチャールズ・ガーランドと組み、決勝で地元イギリスペアのアルガーノン・キング・スコートジェームズ・パーク組を4から6、6から4、7から5、 6から2で破って優勝した。こうしてウィリアムズとガーランドはアメリカ人選手として最初のウィンブルドン男子ダブルス優勝者になった。4年後の1924年、ウィリアムズはパリゴリンに出場し、ヘーゼル・ホッチキス・ワイトマンと組んで混合ダブルスの金メダルを獲得した。ウィリアムズの話によれば彼はこの時足首を捻挫していたため試合出場前の危険を考えていたが、 ワイトマンに、あなたは、ネットのそばに立っていればいいのよ。私が走って、ボールを拾うからと言われたという。当時、ウィリアムズは33歳、ワイトマンは37歳という高齢ペアによる、金メダルだった。このパリ五輪の後、テニス界に、プロ選手が登場したことにより、1928年、アムステルダム五輪でテニスは、オリンピック競技から除外される。 60年後の1988年ソウル五輪でテニス競技が復活したとき、混合ダブルスは復活しなかった。2012年ロンドン五輪で88年ぶりに復活した。それから、ウィリアムズは1925年と1926年の全米選手権男子ダブルスでビンセント・リチャーズと組んで2連覇を達成した。タイタニック号の海難事故を生き延びて、 1912年、全米選手権の混合ダブルスで、メアリー・ブラウンと組んで優勝した時から、すでに14年の歳月が流れていた。第一次世界大戦後のデビスカップでは、アメリカチームの選手層が厚くなったことから、ウィリアムズはダブルス戦のみに起用されたが、1921年のデハイ決勝戦で、日本チームと対戦したこともある。 日本は1921年にデビスカップ初参加を果たし、いきなり決勝戦まで進出したが、アメリカチームには5戦全敗で終わった。第3試合のダブルス戦では、ウィリアムズとワトソン・ウォッシュバーンのペアが、熊谷和也と清水全造の組を6から2、7から5、4から6、7から5で退けた。こうして、ウィリアムズも日本テニス誌の黎明期に関わりを持った選手の一人に、 なった。ウィリアムズは1935年までテニス経歴を続行し、その間にシングルス42勝男子ダブルス51勝混合ダブルス13勝を獲得した。1954年に国際テニス伝道が設立され、彼は1957年に第3回の殿堂入り選手に選ばれた。殿堂入りから11年後の1968年6月2日、 リチャード・ノリス・ウィリアムズは、ペンシルベニア州ブリンモアにて77歳で亡くなった。ありがとうございます。